トラビス・フルトンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、プロボクサー。アイオワ州ウォータールー出身。チームピークパフォーマンス所属。憲法黒帯。プロ総合格闘技では300戦を超えるキャリアを有し、ほとんど間を置かずに、数多くの大会に出場し続けていることから、ジ・アイアンマンの異名を持つ。高校時代に、レスリング競技に参加し、また、 アメリカン憲法二段も取得。18歳から総合格闘技のトレーニングを始め、1996年7月26日のプロデビュー戦では、デーブ・ストラッサーにチョークスリーパーで一本負け。その後は一時ミレティッチ・ MA に所属した。1999年5月7日、UFC20 で UFC2 初参戦を果たすが、 ピート・ウィリアムスに腕ひしぎ十字固めで一本負けし、黒星デビューとなる。約一週間後の5月15日には、エクストリームチャレンジ24に出場し、ヒースヒーリングに判定勝ち。2010年には、リコ・ロドリゲスにハイキックで小負け、ジェフ・モンソンに V1 アームロックで一本負けを喫し、およそ10年振りの連敗を記録した。プロボクサーとしてのキャリアを模有し、 35戦15勝という成績ではあるものの、勝った試合はすべて小勝利である。2021年2月17日、児童ポルノ所持及び受領、未成年者への性的搾取の罪で、連邦大陪審によって告発され、19日に逮捕された。裁判記録によると、フルトンは2月19日、シーダーラピッツのアイオワ州北部地区、連邦地方裁判所に出廷し、 児童の性的搾取の罪一件、児童ポルノ所持の罪一件、児童ポルノ受領の罪一件について無罪を主張した。その後、7月2日に提出された裁判所の書類は、彼が4つの告発のうちの2つに有罪を認めることに同意したことを示していた。連邦裁判官は、審理日をキャンセルし、7月23日の罪状認否審理を設定した。 さらに、これとは別に2019年9月5日に女性に暴行をした罪でも告発されており、2021年9月から始まる裁判を待っていた。2021年7月10日の早朝4時頃、トラビスが拘禁されていたシーダーラピッツの刑務所独房にて、檻に首を吊っていたのを巡回中の刑務官が発見。病院に搬送されたが、午前5時頃に死亡が、 判明した。44歳没。ありがとうございます。